坂本美里の演歌がお好きでしょ。この番組はシムズミュージックエンターテインメントの提供でお送りしております。皆様いかがお過ごしでしょうか。坂本美里です。本日も始まりました、坂本美里の演歌がお好きでしょ。この番組は演歌女子坂本美里が推しを演歌を熱く語る番組でございます。毎月第4土曜日この時間14時よりお送りしております。それでは今日もほっと一息、演歌なひとときをお過ごしください。では早速本日の一曲、私坂本美里のカバーで八代亜紀さんの涙恋です。どうぞ。夜の新宿裏通り、肩を寄せ合う通り雨、誰を恨んで濡れるのか、会えば切ない いただいておりますのは、私坂本美里のカバーで八代亜紀さんの涙恋でした。ありがとうございます。さてあっという間に10月も終わりに近づいてきました。皆様いかがお過ごしでしょうか。あの猛暑がやっと終わったと思ったら、急に寒くなりましたね。の昼間は暖かいんですが、夜になると急に、ね、寒いですよね。の私は毎日あの東京のお天気に加えてふるさと北海道のお天気もアプリに入れてるんですが、昨日見たら北海道夕方は5度で最低気温はなんと1度でしたので、北海道の皆さんこれからますます寒くなりますので、ね、あの冬に向けて準備をしつつ、どうぞ皆様お風邪ひかれませんようにお過ごしいただきたいところでございます。それでは、今日のテーマです。お気に入り曲紹介パート1ということで、今回は私の特に好きな曲を、ご紹介させていただきたいなと思います。とは言ってもあの本当に数えきれないほどたくさんありますので、まあ、一旦今回はこちらを、ご紹介しようかなということで、今日は5曲挙げてみました。まず1曲目は新野美香さんの番屋という曲です。新野さんらしいパンチの効いた曲なんですが、歌詞の中にもオホーツクとあるように、これは私のふるさとオホーツクが舞台になっている曲でございまして、実は私が小さい頃ですね、あの地元紋別で毎年行われている紋別流氷祭りに、新野さんがゲストでいらしていた年があったんですが、そこでなんか歌われてたなという記憶がちょっと定かではないんですが記憶が残っております。まあ、そんなふるさとの風景が浮かんでくるとってもかっこよくて大好きな曲です。続いて2曲目は天童よしみさんの夜明け。詩の内容は、まあ、恋に破れた女性がテーマなんですが、曲調がとっても明るくって、この曲のキラキラさがこう悲しさの中にもどこか希望やこう夢を感じるといいますか、女性の強さが見られて、そこにあの天童さんの力強い歌声もあり、くよくよしないぞと元気をもらえる一曲です。続いて3曲目は八代亜紀さんの本音。これ皆さんご存知でしょうか。こちらはとってもリズムのあるこう軽いポップス調の曲なんですけども、こうなんか昭和の香りがすごくすると言いますか、この時代のかっこよさをとっても感じる曲で、八代さんの曲はね本当に大好きな曲たくさんあるんですけど、今回はぜひあの皆様にこれを聴いていただきたいということでこの曲を挙げてみました。そして4曲目は、駒取姉妹さんの三味線渡り鳥。これもノリのいい元気が出る曲なんですが、
まあ、やはり北海道を離れて都にやってきましたよというそんな歌詞も相まっていつも励ましてくれるこう勇気をもらう一曲です。でそして最後は石川さゆりさんの人間模様という曲で、まあ、タイトル通りこう人間の中身といいますかが描かれたしっとりした曲で、まあ、何でもないこう普通の人だけどそんなところが好きなんだよというあったかい内容の曲です。これは作詞が阿久悠先生、そして作曲が杉本雅人先生という大先生お二人による作品でして、さゆりさんの数ある名曲の中でも私は個人的に特に大好きな曲です。まあ、今回ですね珍しく私の女神様お二人の名前が上がりませんでしたが、まあ、お二人の曲はやはりちょっとね一曲選ぶのが難しいなということもありますので、ぜひですね今後青江美奈さん編、川中美幸さん編もいつかご紹介できたらなと思っております。以上今日のテーマのコーナーでした。美里の北海道弁講座。このコーナーは北海道出身土産子の私坂本美里が毎月一つ皆さんに北海道弁をお伝えするコーナーです。ぜひこの講座で皆さんも北海道弁をマスターしてください。今日の北海道弁は麺濃い。まあ、こちらはもう北海道弁の中でももう超王道ですね。もう北海道弁といえばという感じなんですが、まあ、皆さんご存知の通り可愛いという意味です。でどちらかというとこうアイドルに向けて言う可愛いとはちょっと違ったこうゆるキャラ的な愛くるしいっていうんですかね、そういう意味での可愛いに使うことが多いかなというイメージです。皆さん麺濃いぜひ覚えて使ってください。以上北海道弁講座でした。私の女神様。こちらは3歳の頃から大好きなキラキラビューティフル私の女神様、川中美幸さんについてお話しするコーナーです。美幸さんの個人的キュンポイントを、以前2回にわたってお話ししたんですが、ちょっと一つ漏れてしまっておりまして、ちょっとどうしてもこの一つぜひ皆さんにご紹介しておきたいということで、最後のキュンポイント今回ご紹介させていただきます。それは、耳を塞ぐということなんですが、まあ、これは何かと言いますと番組で風船を割る場面があった時ですとか、番組の最後にこう銀テープっていうんですか、こうバーって大砲みたいなのでこう出てくるじゃないですか最後に。でその時にみゆきさんお一人だけ端っこに逃げて耳を塞いでキャーって言ってるのがもう私的にはとってもキュンポイントです。なんかこの前BS の番組で風船を割ってその中に書かれている人曲でこうペアを組んでデュエットをしましょうっていうコーナーがあったんですけど、みゆきさんね、まあ、大御所なのでだいたいこう真ん中にいらっしゃることが多いんですが、あれみゆきさんだけいないなと思ったら、この画面に映るか映らないかのギリギリのもう一番端っこにもう逃げてらっしゃいまして、で風船も結局こう自分で割るのが怖かったみたいで、誰だっけな、真田直樹さんかな、ちょっと他の方にね割っていただいてました。なのでそのような場面に遭遇された際はぜひ、みゆきさんにもご注目して見ていただきたいと思います。さて昨年2月に開設しました YouTube 坂本美里チャンネルでは名曲のカバー動画をアップしております。おかげさまで登録者数5000人を突破いたしまして、先日の生配信もご覧いただいた皆様ありがとうございました。実は生配信でご案内いたしました投げ銭応援がですね、おかげさまでご好評につき11月31日の23時59分まで期間を延長させていただくこととなりました。ポストカードは今回限定写真、その他ポスタークリアファイルもございます。この後 YouTube にアップされるアーカイブの
概要欄にも URL を貼りますので、ぜひこの機会にゲットしていただけたら嬉しいです。そして、コンサートのお知らせ2つございます。まず1つ目が12月1日金曜日、千葉県我孫子市欅プラザふれあいホールにて、あなたに届ける音楽祭2023に出演させていただきます。こちらは BS12 あなたに届ける音楽会の公開収録となっておりまして、岡田忍さんを筆頭に豪華なゲストの皆様が勢ぞろいのコンサートです。なんと今回は歌はもちろんなんですが、踊りも皆様にご披露させていただけるということで、こちらはね、なんと初披露です。もう初めて、踊りはね、皆様に見ていただける機会をいただきましたので、お近くの方ぜひお越しいただけたら嬉しいです。そして2つ目はですね、12月7日の木曜日、横浜ミントホールにて、同じく、BS12 あなたに届ける音楽会の、公開収録がありまして、こちらも出演させていただきます。スペシャルゲストには山口香織さん、そしてパク・ジュニョンさんをお迎えして、こちらも大変豪華なステージになっております。このミントホールに関しては、お時間等の詳細はですね、また X であったりインスタグラムであったり、そちらでも、随時公開していきますので、ご確認いただけましたら幸いです。どうぞお待ちしております。では次回は11月25日土曜日、同じお時間14時よりこちらの番組でお会いしましょう。それでは最後に YouTube の最新動画長生き音頭、なんとフル動画が再生回数1万回を突破いたしまして、たくさんの方にご覧いただいているようで嬉しいです。皆さんも一緒に歌って踊ってくださいね。では私坂本美里のカバーで長生き音頭お聴きください。お相手は坂本美里でした。70なんてまだ若い、ひょっとして迎えに来たならば、ただいまお留守と言いなさい。シャシャンとね、それシャシャンとね。まだまだ若い、まだ若い、80なんてまだ若い、ひょっとしてならば、これからお風呂と言いなさい。シャシャンとね、それシャシャンとね。まだまだ若い、まだ若い、90なんてまだ若い、ひょっとして迎えに来たならば、そんなにせくなと言いなさい。100歳なんてまた若い、ひょっとして